SK48 チーム K2 ガッツナイターサポーターの日高優月です。番組コメンテーターはガッツナイター解説者の山崎武さんです。武さんこんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ドラゴンズ情報です。今日はクリスマスですが、練習に励んでいた選手もいたようです。大沢弘樹アナウンサーです。はい、よろしくお願いします。今日も10人ぐらいの選手だったんですけども、だんだんもう今日で練習最後という選手も増えてきましてね、はい、良いお年をお迎えくださいなんていう挨拶をね、はい、我々報道陣と川選手もいましたけれども、はい、昨日ですね、ハワイから帰ってきた亀澤恭平選手、昨日までハワイに3泊5日いたということなんですね。で、今年のハワイっていうのはなんかそれほど気温が上がっていないということで、それほど日焼けもしていなかったんですけれども、ハワイでは偶然にですね、バッティングピッチャーの西川健太郎ご夫妻、で、来シーズンからドラゴンズ打撃投手になる野村良介夫妻に、別々で来てたんですけども、お会いした3組が偶然あって、結果的に同じレストランにいたというそうなんだ。やはりこの時期のハワイというのは日本人が非常に多いんだなということを改めて感じましたが、そうですね。来年のオフですよ、はい、来年のオフにはハワイで自主トレやりたいなという気持ちもあるということで、はい、球場の施設もいろいろ見させてもらったと、うん、で阪神の鳥谷選手が使っている施設なんかも見せてもらったんだけども、はい、まあ走ることとキャッチボールさえできれば十分なのでっていうことで、いよいよもう来年からですね、後輩を連れてっていうことも亀澤選手考えているみたいですね。はい、で、まあ、向こうでなんか体を動かしたりしたんですかっていうことを聞いたらですね、うん、ハワイで有名なココヘッド、ほうほう、あ、わかります、はい、ココヘッドトレイルというのがありまして、うん、あのケーブルカーのレール跡が1043段あるんですね、うんうん、それを登っていくと、うん、だからケーブルカーのレール跡ですから一つ一つの幅が相当広いということで、亀澤選手もご夫人と一緒だったんですけれども、さすがにそちらにはついていかなかったということなんですけども、はい、1043段登って帰ってきましたということを言っておりました。はい、で明日もう亀澤選手も地元の岡山に帰りまして、うん、1月の3日から佐賀県の嬉野市でキャンプを自主トレを行います。ほう、去年と同じくホークスの本田選手、はい、ジャイアンツの立岡選手と、うん、キャッチャーの河野選手が新しく加わって、うん、あとバファローズの足立選手、うん、でイーグルスのキャッチャー細川選手というメンバーで、はい、佐賀の嬉野でやって、うん、その後宮崎の都城に同じメンバーで移動して1月の21日まで自主トレを行いますということなので、はい、もう名古屋には戻らずに、うん、そのまま沖縄にということになりそうですね。うんうん、そうですか。結構きっちりとした自主トレの期間も設けてますね。そうなんですよ。さらに私今日話していて驚いたのは、ファスティング、まあ、ドラゴンズ今やってる選手非常に多いんですけれども、亀澤選手もファスティングやってまして、うん、ハワイに行く前に3日間のファスティングをやって、はい、体重が2キロ減ってました、うん、で、まあ、ハワイ行きました。今日から3日間、うん、第2回のファスティングが始まります。はい、今日クリスマスですよね。今日この後夜はご友人のお宅でクリスマスパーティーがあるということなんですけども、うん、なんでそんな時にわざわざファスティングを始めるのかなと思いますけども、まあ、今日からやると、で今日から3日間ファスティングやって、でまた年明け3回目のファスティングをやるということをしっかり決めているそうでですね、今日も練習の合間に酵素ドリンク飲みながらやってたんですけども、うん、酵素ドリンクってお前美味しくないって話を聞きませんか。美味しくないですよね。あ、飲んだことあります。ありますよ。 あるんだ、はい、私ね今日初めて亀澤選手に、大沢さんこれ飲んでみてくださいって言われて、はい、飲んでみたんですけども、うん、私意外とまずくないなっていう感想だったんですよね。そうですか。あのところてんのリンゴ酢醤油ですか、まあ、そうです ね、あんな感じの、まあ、それしか飲まないと思うと確かに辛いところもあるんですけれども、はい、そのところてんのリンゴ酢醤油のような感じかなという私の印象でしたね。亀澤選手は全くこのファスティングきつくないと言っておりました。3日間全く普通通りの生活をしてますし、うん、逆に家にこもるとその方がしんどいですということを亀澤選手言っておりました。そうですか。でさらにまたいろんな計画がありまして、広島県にある潜水島ってご存知ですか。さっき言ったの、ご存知、潜水島。知らない。これ、瀬戸内海のど真ん中にこの広島県の潜水島というところがあるんですけれども、そこがですね、明治天皇や大正天皇、昭和天皇もご訪問されるようなですね、非常に、なんかそのパワースポットとして名高いところのようなんですね。で、そちらに行ってですね、来年の1月には、1泊2日で座禅を組んだり修行をしたりということで、いろいろまたちょっと違った新しい取り組みもやってみたいということを言っておりました。潜水島、1000人の1000に、酔う。
水という字を書いて、で島という潜水島なんですけども、私も人生で初めて聞いたんですけれども、この潜水島に行ってちょっと一泊二日で修行というのもやってみたいと。まあ亀澤選手も30歳になるということで、ちょっとその自主トレも含めて、でこういう修行も含めて、いろいろ新しいことに取り組んでいきたいという思いがかなり強いみたいですね。そうですか。ファスティングなんかもそうですし、この潜水島の座禅なんかもそうなんですが、はい、こうなんて言うんでしょうね、武さん、結構こう自分の運気を上げようっていう試みをする方が多いんですよね、うん、いやだから験担ぎとか、そういうことはすごい、野球選手じゃなくてスポーツ選手するじゃないですか、全般的にしますね。数字もそうですし、ちょっと違うかもしれないけど、こう背番号の下駄箱に必ず入れるとか、なんかそういうこだわりって、ありますよね、スポーツ選手ね、ありますね、だから自分でいいと思うことはやってもいいんじゃないかなってね、それでマイナスになることはあんまりないですからね。確かにそれで2月1日のキャンプイン気持ちよく迎えられるなら、いいですもんね。いや僕なんか落合英二に九州何来るのって打ってた人間ですからはい元気いいことはまだちょっと違う。いやでもね、それもそうかもしれない。いやでも打たなかったら多分ね、エイジのせいだって言ってたと思うんですよ。それがもうね、ちょっと心休みだったんですけど。でも何、ファスティングって何、そのダイエットするのにやるの？そうですね。内臓を休ませるという目的ということで。それって本当にいいの？とされてます。いや俺とか大沢くんがやらなきゃいけないよね。現でもね、すぐやっぱ戻るんですって。そうでしょ、それよりもコツコツこうなんか汗かいてやる。とりあえずなんか内臓をや、私たちはもう働かせ続けてますから、それを休ませるために3日間休ませてた方がいいっていうふうに私もよく言われるんですけども、本当はもうちょっと長期間なんですけど、3日間っていうのは一番こうショートレンジのファスティングと言われているものです。森さんやったんでしょ？一回やりました ね、何もやる必要ないじゃん。あまり変化はなかったです。僕は多分ね、僕とか大沢君がやったら3日で5キロ痩せるな。武さん、そんな変化、武さん、あんまり言うと本当にやろうって話になるんで、やめた方がいいですよ。いや俺3日何にも食わなかったら絶対5キロ痩せる。まず3日何も食べないことができるか、我慢できない。まず最初の壁が外れないんですよね。もうイライラして人に当たりまくっちゃうね。吉見選手がね、酵素ドリンクだったらいつでもあげますって言ってますから、言われれば私ももらってきますよ。俺は後輩にはそうなんだ。だからやらないっていう。あとあれですよね、今日亀澤選手友人宅でクリスマス会やるんでしょうが、始まる前に行った方がいいですよね。ファスティング中ですよと。確かに。じゃないと、あいつは変ななんか茶色のものをずっと飲んでると。あいつはうちの飯が食えねえのかと。そうだね。いう話になりますよね。明日からでいいのね。そうそう。なんで今日なの？なんで今日なのかって話なんですけどね。一応年末年始は外すみたいですね。一応周りの人に気使ってね。わかりました。今日のドラゴンズ情報、大沢弘樹アナウンサーでした。ありがとうございました。はい。ドラジから選定、日高アワード受賞者発表となります。先週3つの賞を皆さんに発表いたしました。まず最初に記憶に残ったホームランで賞、悔しかったで賞、来年も期待するで賞という3部門でございます。はい、ノミネートの選手を発表いたしましたんで、さあそれではゆずきサポーター、はい、まずは記憶に残ったホームランで賞からいきましょうか。はい、はい、まずは記憶に残ったホームランで賞からです。ノミネートされたのはエントリーナンバー1番高橋周平選手、自身初のランニングホームランがノミネートになりました。エントリーナンバー2番は松井裕介選手、プロ初の満塁ホームランがノミネートされました。エントリーナンバー3番ダヤン・ビシエド選手、サヨナラホームラン名古屋ドームでの素晴らしい一発がノミネートされました。はい、それでは発表いたしましょう。日高アワード、記憶に残ったホームランでしょう。受賞者は、エントリーナンバー2番松井裕介選手です。打ちました、レフトへ飛んだ、レフトバック、レフトバック見送った、満塁ホームラン、松井裕介2打席連続のホームラン、レフトスタンド、しかも満塁ホームランです。今松井裕介ホームイン。エントリーナンバー2番松井裕介選手の満塁ホームランになりましたということで、はい、日高サポーター、はい、松井裕介選手選出理由を教えてください。単に
嬉しかったのもあったんですけど、うん、初めての満塁ホームランっていうので、うん、やっぱ初めてってすごい印象に残るし、本人にとっても会場にいた人とか見てる人にもとってもすごい記憶に残るようなものなのかなと思いましたね、はい、うん、でも本当迷ったけど、まあ、周平選手はランニングホームランってことで、うんうんうん、エントリーしたのに、うん、ノミネートしたのに、うん、はあ、どっちだろうと思って、ビシエド選手もいいなと思ったけど、やっぱ記憶的に残ったのは松井選手かなと、うん、なるほど、思いましたね、うん、はい、まあ、竹内さんもこの満塁ホームランは今年、はい、結構印象深い一発でしたね、うん、そうですね、まあ、その2打席連続だったんですからね、はい、まあ、あの、うん、そうですね、なか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 って言っちゃいかんけども、うん、そんなホームラン打つバッターじゃないでしょ、はい、そのバッターが2打席連続、2打席目に、うん、2回目には満塁ホームランだからね、はい、これはちょっと印象に残りましたね、はい、そうですね、ただ私の予想とは違いましたね。あら、私の予想というか、私が予想する日高優月サポーターの選出してくるであろう選手ね、うん、ああなるほど、うん、いやー違ったな、うん、なるほど、僕はやっぱランニングホームランで来るんじゃないかなと予想してましたが松井裕介選手の満塁ホームランになりました。はい、はい、続きまして、はい、悔しかったでしょう、うん、ノミネートされたのはエントリーナンバー1番田島慎二選手。本当に東京ドームは苦しい、対巨人は苦しい1年でした、うん、エントリーナンバー2番大野雄大選手。今シーズンの初勝利が交流戦の千葉ロッテということで、本当に苦労した1年でした。エントリーナンバー3番小笠原慎之介選手。野球始めて初めての経験と言っていましたが、エルドレッドに3打席連続のホームランを浴びてしまいました。それでは発表いたしましょう。日高ワード、悔しかったでしょう。受賞者は2番大野雄大選手。この一勝を手にした今のお気持ちをお願いします。はい、勝つのって難しいと、はい、改めて感じましたね。え、次あかんかったらもうダメなんで、自分自身まだ一勝5敗なんで、一つずつ返していけるようにやっていかないと、はい、いけないです。泣いてるのが本当に情けないんですけど、ここから返していけるように頑張っていくので応援よろしくお願いします。初勝利を手にしたヒーローインタビュー、涙が非常に印象的でした、うん、日高サポーター選出理由は何でしょうか。本人も言ってたように 一つ勝つことの難しさっていうのを改めて感じられるようなきっかけが、まあ本人にとってあっただろうし、まあ、泣いたなと思ったけど、うん、まあ、それも私はまあ本人は情けないって言ったけど、まあ、かっこいいなと思ったので、うん、はい、まあ、今年感じた悔しさはまた来年につなげてほしいと、うん、こうあってほしくないなと思ったので、はい、選びました。そうですか、はい、武さん、大野の初勝利が選出されましたね。まあ一言に遅かったですよね、まあ、でもこの開幕から見てて僕はね、それほど調子悪いと思ってなかった、うん、そうですよね、うん、技術的なことよりもメンタルがどんどんこう崩れていって、はい、あ、また投げても勝てないんじゃないかって、それがずっと続いちゃったよね、うんうん、だから持ってるものに対してはね、何の問題もないので、うんうん、自信持ってね、来年見返してほしいですよね、うん、はい、僕はもうピッチャーは一番僕は大野に期待してるから、はい、うん、頑張ってほしいです。改めてピッチャーは勝ち星が一番の薬だって言いますけど、そうですね、どんだけ打たれても証明してくれましたよね、一勝つけば次いけるんですけど、だからその辺ってもうピッチャーって本当繊細だよね、好投しても勝ちがつかないとメンタルが蝕んでいってしまうっていうのが本当に今年の大野投手は、そう、だから野手とピッチャーの差ってバッターは毎日でしょ、はい、そうすると次の日取り返せることが多いの、一本ヒットと。ピッチャーって1週間ずっと悩んで、これで失敗したらまた1週間でしょ、考えちゃって、だから意外とね、毎日できないことがね、メンタルやられる一つのね、原因かな、ちなみに武さん、お立ち台で涙流した経験ってあるんですか。僕やめ楽天退団する時のお立ち台で泣いたかも。そうでしたっけ。そう最後の挨拶と、あのヒーローインタビュー一緒にしてもらったんで、はいはいはい、まあ、その時に泣いてしまったかな。そうですか。最後はね、やっぱね、こうちょっと感極まってしまう、まあ、まあまあ僕はね、ちょっとこうまだ自分の中で対談するって思ってないところに、ね、来年契約しないって言われたから、はい、みたいな感じでモヤモヤしてたところの
ぱりファンが声かけてくれたので、うんうんうん、それで泣けてきたね。なるほど。やっぱりファンの人の、ね、声援で泣けちゃう、うん、そうです。大野もそうだったと思いますよ。みたいですね。はい、はい、ということで悔しかったでしょうは2番の大野投手となりました、はい、続いていきましょう。最後には来年も期待するでしょう。ノミネートされたのはエントリーナンバー1番京田陽太選手。見事ルーキーながら素晴らしい活躍でした。エントリーナンバー2番鈴木翔太選手。プロ初勝利から最低の目標と語っていた自身5勝をマークした1年でした。エントリーナンバー3番伊藤純喜選手。中継ぎでそして先発で両輪で大活躍、とにかく投げてくれました。それでは発表しましょう。日高アワード来年も期待するでしょう。受賞者は エントリーナンバー1番京田陽太選手。トゥートゥーから投げた、打ってサードの上をどうだ、入った、越えていった、ヒットになります。レフトが回り込んでボールを取る。そしてバレンティン強肩ショートまで返しました。京田ヒット、ルーキー139本目のヒットが記録されまして、中日ドラゴンズ1959年の江藤新一さんにいよいよ並びました。セリーグ新人記録3位タイに浮上です。エントリーナンバー1番京田陽太選手、見事選出となりました。はい、もうここに関しては私も予想しました。うん、そうですよね。選出理由を聞かせてください。この1年すごい輝かしいことばかりだったんですけど、うん、まあ、その1年がまぐれじゃなかったっていうのを、はい、まあ、見せつけてほしいっていうのもありますし、うん、これからが多分大切になってくるとは思うので、うん、まあ、波に乗ってまた来年も期待したいなっていう気持ちを込めて、うん、選べました。多分本当皆さんも多分分かってたと思いますけどね、うん、私が多分京田選手選ぶんだろうなみたいな。でも本当選ぶのは酷ですね。あ、この3人からな。決めきれないですから、うん、いやそうですよ本当に、まあ、これはもう大前提としてみんなに期待はしたいんですけれども、はい、そうなんですよ。竹下さん、はい、2年目のジンクスっていろんなところで、まあ、言われてしまうことになると思いますが、うん、まあね、一つはやっぱり1年目からの上乗せは絶対したいってみんな思ってるから、はい、あ、それとのね、このなんていうか葛藤で調子を落としたり、うん、まあ、確かになんていうか攻めがきつくなったりはするけども、うんうん、まあ怪我なく1年やってくれれば、うん、強打の持ち味は出ると思うし、はい、ね、うん、今言ったように、鈴木翔太、純喜もね、うん、来年頑張ってくれないと、うん、ね、ドラゴンズ困りますね。そうですよ、困るから。そうですよ、とにかくもう来年は若手のね、はい、がもうバリバリ活躍するっていうのが見たいですね、うん、はい、はい、まあ、先日もね、あの病院でちょっと取材した際には、はい、2年目のジンクスって皆さん言うんですが、うん、僕まだ2年目になってませんし、うん、経験してないからわからないんで、うん、その時その時考えてやりますからというふうに京田は言っていましたね。そう思うとやっぱり周りが悪いかもね。あ、そうやって言うから、う記者とかね、うん、もう報道陣が2年目のジンクス、うん、2年目のジンクスって言うから、うんうん、東海ラジオ言うのやめましょう。オッケー、そうですね、わかりました。2年目も期待します。はい、頑張れるだろうと、はい、頑張れます。ジンクスっていう言葉を使っちゃいかんだよ。なるほど、そうですね、ああ前向きに。そこは思わず出そうになった時はそうなんかこうチョップでもしてください、僕に。いやいや、うん、森アナね、うん、王様アナに、うん、ウルトラチョップ思いっきり胸バカーンって叩いて兄弟許すから聞いてるかな言ってないからねって僕が言ったら、あ、チョップされたんだなと思ってください。3回言ったら俺の胸チョップしてるということで出揃いました。ドラジカラ選定日高アワード、うん、月曜ドラジカラではリスナーの皆さんに誰が受賞するかを予想していただきまして、見事受賞した、受賞者の予想を的中した方の中からですね、2名様に日高ゆずきのクリスマス特別サイン入りいいトートバッグプレゼントとなります、うん、そうですね、ご紹介しましょう。はい、トータル応募数114通でした。うん、正解された方は6名です。 おめでとうございます。少ないね、なかなか。やっぱね、なかなか怒られて、うん、難しかったんだね。来てましたね。3つを当てるっていうのは難しいんですよね。それぞれ当てたかもしれないですけど、はい、2個とかはで114分の6を、うん、はい、でございましたんで、うん、この6人の中から
抽選で2名の方に一夜限りの限定、はい、クリスマスサイン入りトートバッグプレゼントになるんですが、うんうん、6人の方、正解された6人の方のメッセージが今スタジオのテーブルの上にあります、白い箱の中に入ってます、はい、入ってます。6通この中に入っていまして、今からですね、はい、日高サポーターがこの箱の中に手を入れまして、はい、2名選んでいただきます。厳選なる抽選でございますので、ね、そうですよ、はい、さあそれではまず、はい、1人目いきましょう。日高サポーターお願いします。いきまーす。はい、はい、行きました。行きましょう。はい、読みますよ。1人目は厚田区のレンエンアットマークいちごちゃんさんです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。1人目いいですね。はい、いいですか、ちょっとお借りしますね。はい、厚田区のレイエンアットマーク、うん、いちごんちゃんさんですね、はい、見事松井祐介、大野京太、うん、3人正解になりました。素晴らしい。さあ続いてもう一人いきましょう、はい、もう一人で、はい、じゃん、島根県松江市の福田さん、うんです。はい、福田さんおめでとうございます。島根県。島根県からいつもラジコで聞いてくださっている。そうですか。そうです。ありがとうございます。はい、島根県松江市からラジコでいつも聞いています、うん。最高の番組をいつもありがとうございます、ということでございました。はい。嬉しいですね。ということで。はい。まあ見事6人の方あの正解されたんですが、残念ながら2名の抽選ということでございますんで、4名の方申し訳ありません。しかしですね、朗報がございます。はい、クリスマス今今晩皆さん過ごされていると思いますが、来週の月曜ドラジから火曜ドラジからはたけしさん1日2日なんです。ああ、そうですか。はい、はい、ということで1月1日1月2日はお年玉プレゼントを皆さんにお送りしたいと思います。素晴らしい、はい、お年玉や。これもね、はい、応募してくださった皆さんに行き届けばいいんですが、なかなかそういうわけにもいかないので、これも抽選になってしまうんですけれども、詳しくは後ほどですね、ドラゴンズクイズの答え合わせの後に皆さんに発表いたします。はい、日高アワードをお届けいたしました。さあまだ年内なんですが、大変気の早い音楽が流れてまいりました、ね、早いですね。でも1週間後もう、はい、もうね、お正月なんです。びっくりですよ、本当、ということで、お待たせいたしました。来週お正月ということで、お正月といえば日高さん、お年玉。はい、お年玉ございます。この番組からお年玉プレゼントをご用意いたしました。非常に無理なお願いを聞いていただきまして、ドラゴンズの選手からですね、使っている個人の野球グッズをメインにいろいろいただいてまいりました。早速プレゼントをご紹介いたしましょう。高橋周平選手バッティンググローブ、藤井敦史選手バッティンググローブ、松井裕介選手練習着、松井裕介選手練習用ジャンバー、福田信正選手練習着、福田信正選手サインボール、小笠原慎之介選手練習用ジャンバー、平田良介選手サイン入りバット、浅尾拓也選手サイン入りボール、大野雄大選手ユニフォーム、鈴木翔太選手練習着、柳裕也選手練習用ジャンバー、そしてスタジオコメンテーター山崎武さんからは山崎武特製サイン入りオリジナル T シャツをいただきました。武さん今日着てらっしゃるやつですね。そうです、はい、これ一番欲しいですね、うん、あれ可愛いですよマジで。これ一番欲しいかもしれないですね。そうですか。可愛いですよマジで。ということなんか文句あるのもう意味は全然ございません。そうですね、なんか、武さんのサインがビタッと入ってますんで、俺にもお年玉くれるの。でこれ私も応募したいですもん。応募したい。むしろください。なんでよ。大野選手はユニフォームとご紹介しましたが、うん、練習着だね。練習着。うん、練習着です。お、はい、練習着でした。ということで、もちろんね、実際に画像で皆さんにご紹介いたしますんで、今日、うん、今この瞬間このタイミングで、ツイッターに映像を公開いたします。
そのツイッターの映像を見てですね、うん、一体どんなものがあるのかを皆さん確認をしてください、はい、欲しいという方、住所、氏名、年齢、電話番号、ドラゴンズへの熱いメッセージ、そしてお年玉プレゼント希望と書いてお送りください、うん、メールは dora@tokairadio.co.jp ファックス 052-961-0077 まで。で、締め切りなんですが、はい、来週1週間後の月曜日は1月1日です。ドラジから通常通りあります、うん、日高サポーターも来てくれますし、うん、竹さんも来てくれます。はい、いつもの3人でお正月からお送りいたしますんで、5時45分の番組が始まるまでに送ってください。締め切りが始まる段階で締め切りとさせていただきます。で、プレゼントの指定はごめんなさい、できません、うん、何が当たるかっていうのはお楽しみになってます。 で、以上今日13点お年玉プレゼントをご用意いたしましたが、この13点を1月1日と2日月曜火曜の2日間に分けて皆さんに発表いたしますんで、うん、1月1日もし当選されなかった方がっかりしないでください。次の日も希望ありますんで、うん、1日2日の2日間に分けまして、以上13点のお年玉プレゼントを皆さんどうぞゲットしてください、うん、貴重なプレゼントになっております、必ずお年玉プレゼント希望と書いてください、うん、あと熱いメッセージも必ず書いてご応募ください。待ってます。1週間ご応募お待ちしております。ゆずき目線、ここにクローズアップ。ゆずき目線、ここにクローズアップのこのコーナーは、私日高ゆずきが最近気になったニュースを紹介するんですが、今回はもう年内最後ということで、うん、まあ総括をしたいと思います。総括ね。まあ言いましても、まあドラジカラでの1年とかの話なんですけど、うん、はい、まあレギュラーになってから1年以上経ちまして、ほう、まあ、未だに生放送ってすごく慣れなくて、私、うん、1週間で一番緊張する曜日なんですよ、月曜日って。そうだ、本当見えないですか。でもめちゃめちゃ緊張しますからね、私。だってね、コンサートでやってるの難しいじゃん。全然コンサートも緊張するな。緊張するな。でも本当に毎本当週、ね、日曜日の夜とかに、うん、明日何喋ろうかなとか言って、うん、いつも考えてて、うん、でもなんか緊張するんですけど、このレギュラーにならせていただいて。うん、なかったら選手のインタビューとか対談とかそういう貴重な経験もさせていただくことなかったので、うん、私はすごいいい経験をさせていただいてるなと思いますし、うん、まあ、メンバーに野球好きな子たくさんいるんですけども、すごいみんなからいいな、羨ましいなっていう声も聞くので、私はそれをいつも自慢げに話したりするんですね、はい、でそれがちょっと気分上がってやっぱやっててよかったかなって自慢できる一つが増えたのはちょっと嬉しいなと思いまして、はいはい、まあ、いろんな知識もすごい毎回毎回新しいことをたくさん吸収して、まあ、忘れやすいんですけど、ちゃんとメモに留めておいてるので、うん、まあ、なんかちゃんと復習したりとかして、もっともっと物知りになっていきたいなと思いましたね、うん、はい、うん、でもやっぱ、まあ、やり残してることといえばキャンプに去年は行けなかったので、今年こそは行きたいっていう、うん、来年か、うん、来年は行きたいなって思ってるので。そこ押しますね。押しますよ、ねえ。そこはちょっとね、行きたいなと思ってますし、はい、まあ、いろいろアピールしていきたいと思います、うん、でもやっぱ一番印象的というか、そういえばって感じなんですけど、うん、和樹さんじゃなくなったっていうことですかね、うん、今までは始まってからずっと井上さんと一緒だったんですけど、うん、もう本当あれから1年か会ってないんですよ、うん、やっぱ1年かな。ああ、そうですか。まあ半年くらいかな。半年かな。変わってから会ってないので、うんうん、元気してるかなっていう、うん、ちょっと心配があるぐらいですかね。元気ですよね、竹さん。どうですか。いや、元気にゴルフやってるよ。あ、ゴルフやってますか。大丈夫よ。何の心配もいらない。心配はいらなかったということで、うんうん、はい、まあ、これからも3人で仲良くやっていけたらいいなと思いますので、うん、そうですね、はい、まあ、でもね、確かに僕も半年見ていて、はい、あれですよね。うん、必ずこうたけしさんがおっしゃったこととか、うん、その日のドラゴンズ情報とかを必ずこうバーッとメモに書いて持って帰ってらっしゃるので、はい、ね、それはやっぱり何ヶ月後何年か後、うんうん、必ず生きてくることだと思うんで、すごい忘れやすいですよ、はい、単に日高サポーターの単に忘れやすいやる気と
前向きな努力をあの皆さんに感じていただければと思ってますよ。はい、今後とも、うん、皆様よろしくお願いします。勤勉に今後ともよろしくお願いします。はい、頑張りたいと思いますので、はいはい、皆さんもお時間あるときはぜひ聞いてください。はい、はい、以上、ゆずきません、ここにクローズアップのコーナーでした。ウィークリーディープレイヤー、週ごとにドラゴンズの選手をピックアップしてお送りをしております。さあ、今週は新選手会長いきましょうか。福田信正選手です。今日のテーマ、今シーズン序盤を振り返ってです。さあ、まずは今シーズン2017シーズンを振り返っていただきたいんですが、自分にとって短い言葉でまとめるとどうでした？はい、本当に成長できた1年でした。はい、ホームラン数、打率、打点、こういった数字面ではどうでしょう？まあ数字は正直、まあ試合に出てる時はもっとホームラン打たなきゃダメだなだったり、打点上げなきゃダメだなとは思いながらやってましたけど、はい、本当に自分の中では成長できた、うん、はい、感触はありました。はい、まあ実はですね、シーズン序盤、特に開幕は一軍じゃありませんでした。で、4月下旬に、一軍に昇格をしたんですが、なかなかシーズン前半はね、スタメンで出る機会もなかったんですよね。そうですね、代打で、はい、ベンチにいましたけど、うん、なかなか思うような結果が出せずに、はい。はい、ちょっとしんどい思いもしましたね。はい。で、さらに遡ること、キャンプまで登ればですね、なかなか右肩の状態が上がってこずに、ちょっと今年、一軍でプレーできるかな、そんな時期もあったと思いますが。そうですね、正直なかなか試合に多分出れないなっていう感覚の中でやってたんで、うん、まあ不安がすごい大きかったですね。はい。スタメンの出場機会が増えたのは交流戦明けあたりからでしたね。結果が出始めました。この時の状態や思いはどうだったんですか？まあでも結果はちょっとずつ出だしたんですけど、なかなかしっくり来ないところが多くて、うん、はい、試合に出る中でいろいろ修正しながら出てました。はい。右肩の状態も含めてやっていけそうだなっていうふうにお感じになった時期、試合っていうのはありますか？まあ一軍に上がってからちょっとずついい方向に向かってたんで、うん、はい、試合に出る中でいい感覚になってきましたね。はい。まあご自身でもその時はまだここまでのキャリアハイの数字を収められるというふうにお感じにはなってなかったと思いますが、実際終わってみたら7月8月9月3ヶ月間でこれだけの数字が残せました。これは自信になったと思いますが。そうですね。数字の面でもそうですし、うん、自分のその気持ちの部分で、はい、普通の状態で試合に出ることができたんで、うん、そこは今までと違う点ですね。はい。ということで、今シーズンの序盤を振り返ってです。まあ、改めて武さんね、本当に、一年間一軍で、まあ、結果できなかったんですが、ここまでやれると本人も思っていなかったっていうところが印象深いんですけれど、まあね、肩の故障もね、でも彼の実力からしたら、まあ、20発は打てる力は持ってたからね、はい、それが怪我なの何なのポジションとかなかったからできなかったですから、うん、今度はまあ来年はねもう本当の福田を証明させないといけないですよね、はい、ということは1年間出て30発っていうね、うんうんうん、ところじゃないかなと思いますけども、うん、はい、まあ期待は大きいですから、うん、だからね、1年間やってほしいな、ね、休むことなくね、はい、それができてやっと僕らもね、あ、やっぱ福田これでやっと一軍の立派なレギュラー選手になったなと認めたいですね、うん、なるほど、はいはい、どうでしょうね、ゆずきサポーター、 SKE の中でも、はい、福田推しが増えるんじゃない、増えたんじゃない、私がモノマネで福田選手のやることが、うん、なんかいろんな企画とかであると、うん、あれやってよとかって求められるのが大体福田選手なんですよ、うん、だからメンバー内でのもその認知度も上がってきて、うん、気になるっていうメンバーも増えてきたので、うん、ぜひ活躍してる選手たちの姿を名古屋ドーム連れてって見てほしいなって思ってますので、うんうん、ぜひ行った時は、うん、かましてほしいですね。ね。うん、まあ、たけさん、子供が真似しやすいっていうのも一つ、これ人気出る要因になりますからね。顔？いや、違いますか。何ですか？フォームとかですか？真似はしないでしょ。ロバみたいな顔を真似しない。そこしないですよ。あ、そう、打ち方か。打ち方とか。ちょっと特徴あるじゃないですか。難しいでしょ、ロバみたいな顔するって。なんで、福田はこうやってね、ホームラン打ってこうバッと投げるものまでするの？ものまねとか、なんか、打つまでだよな。消した方みたいなこと言われてるじゃないですか。うん、なんか、ロボット、なんか自分はロボットみたいな感じみたいな言われるんですけど、みたいな。そういうなんか打ち方を。顔真似はしないでいいです。それ顔じゃないですか。顔だったりとか。
でもう一つ言うと、そんな顔して打ってねえし。もっと悲壮感あるよね、はい、そうですよ。はい、ということで、福田選手、はい、今週のウィークリーディープレイヤーをお送りしています、はい。明日は7月以降のホームラン量産についてお伝えいたしましょう。そんな福田選手にお便りが届いています。中区のひーちゃんさんです。私は福田選手会長就任に首脳陣も厚い信頼と期待をかけていると感じます。普通に144試合出れば30発は打てる。本人も悔しい思いをしている一人なんで、静かな闘争心でドラゴンズを結束させていってほしいと思っておりますということですね。まあ144試合、単純計算我々もすぐしちゃうんですけれどね、ざっと7月から3ヶ月で18本打ったから、それは年間投射30本はって考えちゃうんですよ。けど、ね、帳面上はそういう風になるんだけど、そんな甘くないですか、僕らずっとそれやってきてるんです、でいつも僕らもあのシーズン中に川沿いをしちゃうの、このままでいくと30本楽に超えるなとか、で僕タイトル取った時も43本打った時に、55本ペースか、おーいけるなと思ったら、もうきっちり下がりますから。きっちりきっちりね、上がることはほとんどないんだよね。だけど、まあ十分素材的に30発福田を打てるから、まあ大いに期待したいですよね。どうなんですか、まあ同じね、竹下スラッガーとして、その覚醒する瞬間ってあるじゃないですか。竹下さんだってあったと思うんですけど、そのどうなんでしょう、まだだいぶ先があるわけですよね、福田選手。いやもうでも完全開花ではないわけでしょ、福田12年目でしょ、ですね、ですからもう体力的には正直言って横ばいからも下降線にこれ行き始めるぐらいの年になってきたんで、でもこの辺でガンと覚醒してほしいですよね。なるほど、まあ、経験値がね増えればまた打てることもありますけど、体力的には絶対下がるからね。そうですか、まあ、その辺はなんていうか経験してね、毎年最低でも25発以上は打ってほしいなというね、期待をしてます。今年の経験絶対無駄じゃないからな、来年楽しみです、奈良市の早稲田ラブさん、受験生らしくクリスマスを過ごそうと思っていたんですが、見事にインフルエンザになりました、まあ、多分早稲田ラブさんっていうぐらいですから早稲田を目指してらっしゃると思うんですが、日高さん、慰めてください。クリスマス、言うてクリスマス別に関係ないですからね。別にクリスマスに、あのインフルエンザになろうが、なんか10月な20何日とかにインフルエンザになろうが、関係ないんで、気持ちの持ちようですよ。なるほど、大丈夫、なんか怒られちゃったね。大丈夫、慰めてくださいって言ったら怒られちゃった。大丈夫ですよ、気にしないで早く治して、まずそこね、まず直しましょう、直しましょう、鏡ヶ原市のドラ岩ちゃんでいいのかな、ゆずきさん、ドラゴンズの選手でサンタクロースの似合いそうな人は誰だろうか。誰だろう、サンタクロースの格好ってことだよね。サンタクロースの格好ですか、帯だった竹さん似合うよ。似合いそうですね、だってサンタさんって100何キロ以上ないとダメなんでしょ。あら、多分って考えるとダメってことはないでしょ。ガリガリのサンタさんって見たくないよね、あんまりね。ぽさはないですよね、確かに。でもなんだろう、誰いる、誰だ、誰かな。でもなんかサンタさんってなんかすごい優しいっていうイメージがあるんですけど、なんかなんか平田選手とかなんか子供いるじゃないですか、なんか優しいイメージがあって、なんかまあ SNS とか見てても、なんか子供たちにプレゼントあ、なんかあげてるの似合うなと、パッと今思い浮かんだのはですよ、ですかね、ね、誰が似合うかな、なんか、あ、でも確かに田島選手似合いそう、田島選手似合うな、ヒゲの感じ、俺はね、ルーキーの鈴木、顔が丸いでしょ、丸々、いいですね、いいじゃん、いいかもしれない、いいかもしれない、いいですね、一旦来てほしいですね。でも一番やってほしいのは個人的には森監督、いいですね、いいですね、あのオールバックにサンタの帽子をかぶさせたい、子供どう思うかな、見たいな、袋を肩からね引っ掛けて、その袋の中監督何入ってんですかと、子供にらみつけちゃダメだよ、ダメですよ、優しい目で、いや見たいね、監督にやらしたいね、監督やってほしいな、なんかな、そんなイベント来年できるといいですね、はい、あとね、日高ワードをお届けいたしましたが、結構皆さん
本気で予想してくださって本当ありがとうございました。 ありがとうございます。そばかすマンボウさんは、予想はね、ビシエド選手、広島に逆転ホームラン、泣けるほど嬉しかった、悔しかったでしょうが小笠原投手、まさかの3連続ホームラン、そして来年期待するでしょうは鈴木投手、来年は今年の倍2桁を期待していますと、いうことで予想していただきました、ありがとうございます、あと栄の正さん、森山区の方、記憶に残ったホームランは、周平選手のランニングホームラン、悔しかったでしょう大野投手、そして期待するでしょうは京田選手ということでしたね、惜しかった。そうだから3つ当てんのって意外に難しいのよ、ね、3分の2今の方は当たってましたもんね、そうか。ちなみにあの我々も全員知らずに、今日日高屋サポーターが来て、それを我々に伝えて、くれたんですが、意外だったもん。あ、本当ですか。僕もやっぱね、あ、そう来たかっていうふうに思ったんで、あ、そうなんだ、やっぱ3つ当てんのは難しいですよ、難しいですよね、だから6人の方に本当はね皆さんに何かプレゼントしたいんですが、すいません2名となりました。そうなんですよね、でもまだお年玉プレゼントありますからね皆さん、来週のドラジからもどうぞ聞いてください、ということでお別れの時間になりました。また明日火曜ドラジからでお会いしましょう、お相手森高俊と SK48 日高ゆずきと山崎武史でお送りしました。月曜ドラジから1年間ありがとうございました。まだまだ明日もドラジから続きます。